国の重要文化財内子座で伝統芸能狂言に取り組む子どもたちが来月の公演本番に向け稽古に励んでいます。内子町の芝居小屋内子座、稽古に取り組んでいるのは内子子ども狂言クラブのメンバーです。このクラブは伝統芸能狂言を内子座活用の柱にしようと2014年に発足し、現在は小学2年生から高校3年生までの18人が活動しています。子どもたちは昨日、来月14日の公演本番に向け、まず足の運び方など基本的な動作を改めて練習、そして大蔵流狂言師重山千三郎さんの指導のもと、山伏がキノコのお化け退治に挑むくさびらという演目の稽古に励んでいました。大きく声を出したりして、学校とかでも毎日大きい声を出すようになって楽しいです。たくさんの人に見てもらって狂言を知ってもらいたいです。うち子に来たら狂言が見れるっていう環境が将来的にはできてくるのかもしれないですよね。私も、力の続く限り、お世話させていただこうと思っています。内子子ども狂言クラブの公演は来月14日内子座で行われます。